ちが帝都開放のお手伝いですか？ルーベ、バリアハートが沈没し、すでに足場は整った。この上、年をまたいでは戦況が長引く可能性もある。厳しい状況だが、ノルティアとクロイゼンの両方軍が制約通り不干渉を貫くならば、天候一滴が叶うかもしれぬ。確かにまたとない好機かもしれないが、以前お話ししたように、自分たちは内戦そのものに介入するつもりはありません。あくまで士官学院生として果たすべき使命をなすだけです。無論お前たちはそれで構わん。皆さんにお願いしたいのは、いえ、トールズ士官学院にお願いしたいのは、とある場所の解放になります。とある場所、それは一体？そこから先は俺から説明させてもらうぜ。あなたは？確か軍の情報局の。あれ、レクターだ。2ヶ月ぶり。クロスベルから戻ってきたの？ああ、やっとあっちも一区切りついてくれたんでな。久々に情報局のネットワークにアクセスできたってわけだ。ちょっと待って。一区切りついたって、クロスベルで何かあったの？あのバカでかい木、青の大樹が消滅した。消滅後の混乱はあったが、クロイス大統領も逮捕され、徐々に事態も収拾されつつある。そうだったんですか。青の大樹、尋常でない霊気を感じましたが。どうせ結社の連中もいろいろ絡んでたんでしょうけど。経緯はどうあれ、クロスベルの脅威は去った。だが皮肉なことに、これでいよいよ時間がなくなってしまったのだ。それってクロスベルの脅威が消えた今、東のカルバード共和国が動き始めるかもしれないということか。共和国も現在、経済恐慌とテロで混乱している状況ですが、クロスベルという獲物を前にして体制を立て直すのは間違いありません。そしてガレリア要塞亡き今、共和国にクロスベルを奪われたら、いつそこを足場に帝国への侵攻が開始されるとも限らない。その意味では、可及的速やかに内戦を終結させる必要があるだろう。それが我々の急ぐ理由だ。状況は分かりました。それで私たちに解放させたいとある場所とは？ああ、カレル離宮だ。カレル離宮といえば、帝都郊外にある皇帝家の離宮だったっけ？もしかして。はい、殿下。情報局の調査で皇帝陛下と
ご家族の方々が幽閉されていることが判明しました。エリゼ・シュバルツァー嬢とレーグニッツ帝都知事もご一緒です。父さんもそちらに。そうでしたか。確かカレル離宮は帝都近郊にありながらも天然の地形に囲まれている場所、 VIP を幽閉するにはうってつけかもしれないわね。ええ、陸路のアクセスは帝都駅からの特別列車のみ。そちらはこのエグンの部隊によって厳重に守られている状況です。ですが皆さんの艦ならば吸収することも可能でしょう。答えはすでに出ているな。うん、そうだね。レクターからの情報なら間違いなしだろうし。双竜橋やルーレを解放した時と同じだね。陛下たちをお救いするのももちろんだが、学院の関係者は何としてでも保護するですね。みんなありがとう。すまない。首相な顔を。お礼を言われるまでもないわ。まったく、たくましくなったわね。ええ、眩しいくらいですよ。アルフィン殿下、許可をいただいてもよろしいですか？はい、ありがとうございます。アルフィン・ライゼ・アルノールの名にかけて皆さんにぜひお願いしたいと思います。承知しました。トールズ士官学院総員、全力をもってカレル離宮の解放をお引き受けします。書がなくなってないかチェックしないと、とか引っ張られていったし。蛇が関わっている以上、ここからが本番のはずよ。バンダナ男と決着をつける前に悔いは残さないようにするのね。ゴロン。じゃない。
そういうのはつがいたい相手にだけしなさい。節操なさすぎるわよ。最後の夜かもしれないんでしょ。とっとと回ってきなさい。それとバリマールのところにも顔を出してきなさいよね。まったく、どうして私が羽子じゃあるまいし。